皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、音楽の紹介です、えー。音楽の時間です。はい、そう、紹介です。はい。日本語バージョンでは、英語、洋楽、英語じゃないですね。間違ってばっかりだな。取り直そうかな。<laughs> 私、取り直ししない主義なんで。はい。洋楽を紹介しております。 今回、えー、紹介するアーティストは皆さんあまりご存知ないかもしれませんロニー・ジョーダンという方です、はい、ロニーとジョーダンは皆さんご存知でしょうただロニー・ジョーダンってなるとんって感じですよねはいこの人ジャズギタリストなんですよジャズでしかもギタリストというはい分かんないですよねはいこの方 えー、結構90年代に活躍してましてでちょうど90年代というとですねヒップホップ &R&B とかハウスとかが非常に流行した時期でした、はい、大量のレコードが売れたレコード大量消費時代でしたあレコードって別にあのビニールレコード版っていう意味だけじゃなくてあの CD も含めたさまざまな音楽媒体が流行した時期でした みんな CD 買ってましたね。はい。はい。その時代にロニー・ジョーダン、ジャズギタリストのロニー・ジョーダン、なんとヒップホップをちょっとだけ取り入れたインストゥルメンタルを書いております。はい。それが今回ご紹介する曲です。ティンセル・タウンという曲です。私も意味は分かりません。何かの街なんでしょう。ティンセルとっていう意味が私知らないんで。はい。 別に調べもせずに紹介しますが何といってもインストゥルメンタルなんでね、はい、別に歌詞,の歌詞とかないんで、はい、ただ音楽を楽しめばいいんだけなんです、はい、この曲パッと再生ボタンを押すとおなんかのヒップホップちょっと早いね早いテンポのヒップホップだねみたいな感じがすると思うんですよ、はい、こんな感じになると思うんですよ、はい、ただそっから来るのが まあ、綺麗な、綺麗な、綺麗なアコースティックギター。素晴らしいアコースティックギターがなってます。そしてピアノもなります。もう朝聴くのにもうぴったりな曲です。はい。爽やかに、そして少し力強く。 これからランニングをしようかなとか、ウォーキングをしようかなっていう方にはぴったりな曲です。はい。ぜひ聴いてみてください。あの、サブスクリプションサービスでもきちんと検索されましたので、はい。聴けると思います。サブスクリプションサービスで。はい。私のサブスクリプションサービスでは聴けました。Amazon では聴けました。はい。ということで、今回お届けする曲は、 Tinsel Town from the album The Quiet Revolution by ロ o n n i e Jordan でした今回の配信は以上となりますそれではまた皆さん別の配信でお会いしましょうさようなら素敵なヒップホップジャズをお楽しみください